はい、どうもこんにちは、ピアソニーです。今回は新マップでルキの遊んでいこうかなと思います。俺はね、もうこのマップ出た時からもうルキの強いんじゃねえかなと思ってて、まあ今回俺の予想ではこのマップすごいね、ルキのが強いんじゃないかということで、今回遊んでいこうかなと思います。でもうこの時間さ、いい加減もう良くない？うん、この時間の過ごし方はですね、もう一番弱いサバイバー、目の前にいるね、まあ今回でいう機械技師を、ガンオンしてさっさと見つけてもらって、試合開始で、機械技師即チェイスで即死を取るが一番いいです。あ、でもこれちょっと似合うな。ミサミサとリュークで合うじゃん。ちょっと今回、このマップ暗いんで翼取ってきたんですけど、似合うね、これ。いいね、かわいい。はい、ということで、なんかね、まあ一応サバイバーに対してこの人形を、まあ人形じゃない、少女を、めちゃめちゃ隠すには、地下室に少女を連れて行って、で、そのまま落下硬直で無限にスタンしてるサバイバーを殴り続けるみたいなサメ技もあるっぽいんだけど、正直それしても別に人魚じゃない、少女取られても取られなくても、マジで変わらんから、俺はもうさっさと取ってもらって、特にね、すぐサバイバーを殴ることを意識してますね。どうせさ、最初拾えなかったとしてもすぐワープしてその元に行っちゃうから、まああんま関係ねえなと思って適当にやってます。はい、ということで、まあちょっといい加減これ長いんで、お、バレてないか、バレてない、意外とバレてないか、あ、意外とバレてない。お、見つけたわ、サバイバーが。さあ、サバイバー陣営が少女を発見しました。で、これをすると、まあ見つけた人の回復が 50% 上がったりとか、まあチェイスが強くなったりあるんですけど、まあ今から超高王とね、香水と少女のバリアでめちゃくちゃチェイスされちゃうから、まああんなのお構いなしに、まあチェイスの弱い機械技師を俺は無限に追っていこうと思います。まあね、取られたとしてももうそんなに関係ないぐらい即死取って DD 取っていけばいいんで、追っていきましょう。さあ、ここ、まあとりあえず監視者設置して、あ、離れるか、オッケーオッケー。さあ、ロボ立て勝負。いや、これやだな。あ、オッケーオッケーオッケー、いいよ。よし。さあ、これ上がっちゃうんじゃない？この魔のポジション、とんでもなく強いポジション、もルキのなら一気に上がれて、オッケー。はい、これですよ、皆さん。わかりますか？まあ、存在感。まあ、今、期間限定だから溜まるけど、もうこの存在感が最初ない状態だったとしても、すぐジャンプして即降りで一発分入るんで、マジでね、このマップルキノはね、本当に強いと思います。まあ、S ランク級のパワーになってると思います。まあ、ルキノの限界はあるんだけど、まあ、その中でも非常に戦いやすいキャラだと思います。こういうね、2階建て以外もね、すごいね、障害物の高校も全部低いから、もう全部ジャンプでいけちゃうっていうのが強み。さあ、縄はまだ使わない。なんかめちゃくちゃいっぱい来てない。めちゃくちゃいっぱい来てないか。まあいいや、とりあえずこれカーボーイダブルダウン取って、まあ石だからな、これダブルダウン取ったとしても、まっすぐ回復されちゃうのがちょっと、あれだな。めんどくさいとこではあるんですけど、これ上上がってきてない？なんか、上上がってきてるよね。さあ、とりあえずこれ、ロボ立てしない。オッケーオッケーオッケーよ。まあいいんだけどな、ロボ立て残ると残るとで、なんか後半、やだわ、厄介で。さあ、ここ。あ、ここも意外といけるのか。オッケーオッケーオッケー、いいよ。あれ？あ、オッケーオッケーオッケー。俺さっきあれか、普通に石殴ってたのか。俺誰殴ったかよく分かんなかったわ。はい、殴ってロボ破壊、で石がいつの間にか全開と早いな。でもこの椅子に釣るのはちょっとあんま良くないかもな。周りがなんか乗ってる。これ飛んで、あ、ちょちょボタン押せんかったって。なんかさ、このモードになるとさ、なんすごい、そのボタンのサイズが初期化されてるんですけど、僕だけですかね。なんかサバイバーの時は人格も初期化されてるし、ハンターの時もそうだったから最初は。なんかね、このマップにするとすごく全ての設定が、初期化されてしまうので、すごく小さくてやりにくい。いや、また押せんかった。俺もっとボタン大きくしてんのにな。やばい、そのなんか、小ささがめんどくさい。やばい、これ地味にチェイス伸びるかもしんないな。ロボ盾を一回警戒しなきゃいけないからな。あ、しないか。あ、オッケーオッケーオッケー。ロボ使ったっけ？まあ使ってないよな。まだあると思う。まあ意思無効で回復してるけど、これ先に壊して、で壊したらもう、あー、そういう感じなのか。そこで一回行っても何もない。あーあー、ここにも暗号機あんのか。まあマップがよく分かってない。まあいいや、とりあえずこれ捕まえて、で意思完全に、意思じゃない、機械技師完全に飛ばしきって、弱り切ってるカーボーイやりに行こう。おお、ギリギリかわされた。あっ、あー、そこ隣通り抜けられるんだ。俺それ知らんかったな。絶対一方通行になってるんかと思ってた。あー、惜しい。まあ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 、じゃあここは普通にそことどまるんだったら、はい、オッケー、よし。あー、マジで強い、ジャンプマジで強いな。よしよし、でこれもうまあ椅子、まあ一回ここで、ちょっと運ぶのめんどくさいわ。で捕まえて、で医師がそこを、よしよしよし、で上がっていって、で超高さすがに回復回したいと思うんだよな。だからしっかりここ、そこ降りる場所ないよね、そこの柱みたいなやつないね。ここは降りられないのか。これさ、俺逆にこっから行けないかな。飛んで、
オッケーオッケーオッケー、これで、これケバブ、これケバブなんですか。ルキノさんやっぱ判定強強すぎて難しいですね。逆に判定強くて難しいやつ。さあ回復されてしまうけど一発殴る。意思ダウンまで行ってもいいけどな。ちょっとだけ狙うわ。ちょっとだけ狙ってダウン取り切ってでカーボーイツリーって感じにしようかな。それ上がるじゃん。でそれ稼げると思ったら大間違いなんだよな。これが今回一番見せたかった。なんとですね、この綱渡りされたとしても同じタイミングで追いついていって間に合うことができるんで、完全に無効化できます。他にもなんか丸太がさ、めっちゃ積み上げられてるロープの場所とかもあると思うんだけど、あそこも同じことできます。なので、ね、非常にルキノ強いです。まあ、ただ2階建てみたいなところはすごいジャンプポジションが、ジャンプのタイミング考えなきゃ難しいんで、なんかあった。皆さんね、頭上に注意しましょう。なんかいっぱいあります、上に。うわ、あれなかったら、石やれてたならもったいな。それは知らんかったな。いや、なんか押された。あ、出た、このチート能力。なにこれ。なんか障害物なんちゃらって言って、なんか押されたんだけど、ジャンプする間もなく押し出されました。なんか猫かなんか なんなかった。ピヨーンみたいな声しなかった。何の声今の。当てていく。うまっ今の。 OK で一発殴って、まあ、石回復してるけど、まあ、石もこれ完全にやりきりたいな。さあ、いたするか。ちょ、今感謝消されてる。マジ、このさ、何回使えんのこのモード。めっちゃ使えるくないの、このバリアみたいなやつ。バリアっていうか、炭鉱の引き離し磁石みたいなやつ。無限に使われるんだけど、これ3回どころじゃないの。今3回目使った。なんか、すごいめっちゃ無限に使われてる気分になる。そこ一旦倒す。こっち側空いてるよね。あ、空いてました。よし。で、これ取りつつ、椅子が遠い。捕まえて、石が何、石騎士会入ってたっけ、入ってたな。で、カーボイがこれで多分飛びなんで、よし、あとは兆候を追うだけ。で、ここ追いついて、向こう側、いた。よし、あとは兆候しばくだけ。これ今3回使って4回目使えるのかな、どうだろう。さすがに使えないか。あ、使えてるわ。やっぱめっちゃ使えるよな。なんでそんな使えるんだろう、よくわかんないわ。OK、一発捕まえて、で、あと一発。で、そこはもう上がるしかないけど、オッケー。よし。まあ、ということで、今回はリューク使ってみました。マジでね、いい。このマップのおすすめハンター的に結構いろいろやったんだけど、ハリンは結構リスクあるかな。まあ、この場所がすごいきついっていうのと、小屋が結構強いから、ハリンはわりかしリスク高い。けど、それ以外の場所だったらどこでも追える。だから、2箇所強い場所があるから、境界みたいな感じかな。まあ、境界よりは、まあ、追いやすいけど、まあ、まあ、ちょっと難しいかな。慣れが必要。で、やっぱ、ロー人形フィリップはね、めちゃくちゃこのマップ強い。開けてるし、どこでも当てれるって感じがするかな。まあ、なので結構比較的トーンハンター強いし、まあ、女王でも全然いいし、女王魔女とかも強いと思います。結構割と何でもいけると思うのでね、皆さんよかったら試してくださいということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。